GPP 官邸前アクション、そろそろ1年半を迎えました。で、政府はですね、去年までに、その TPP 締結すると言ってましたけれども、それができませんでした。これはここに集まる皆さんの力だと思ってます。ありがとうございます。で、この TPP、今泥沼に入っていこうとしています。実際ですね、12月、シンガポール会合で話がつかなくて、1月に開催するという閣僚会合もできなくなって、2月に延期、という感じです。そして TPA、アメリカのオバマ大統領が貿易促進権限をまだもらえていないと。で、これがもしかしたら2月ぐらいになるかもしれないというお話が出てます、けれども、そこに為替条項が入ってるんですね。要は、貿易相手国に、為替操作をさせないと。これを飲まなければ、TPA を与えないという話が出てます。これはどんな国でもおそらく飲むことはできません。となると、この TPA がなければアメリカは TPP に入ることが非常に難しくなる。複雑な手続きが待ってるわけですね。そうすると、例えば相手国の国内法が一つでも、この機会で気に入らないという人間がいればですね、そこで、貿易の締結、条約の締結ができないということになってきます。ですから、TPP はかなりもう暗礁に乗り上げていると言っていいと思います。次のポイントは4月ですね、オバマ大統領がアジアを訪れると。その時に、まずに決まらなければ、もう秋にですね、大統領選、中間選挙というものが控えてますので、もう、TPP どころではないという話になってきますので、4月まで乗り切ればおそらくこの TPP は頓挫していくのではないかと思います。ただ、とても残念なことに、12月のですね、臨時国会で国家戦略特区というのが決まってしまいました。これはですね、特定秘密保護法の裏に隠れてこっそりとですね、夜中に可決されました。で、これは本当に危険な法案で、実質的にはまだ何も決まってないんですけども、これから、かなりの改革がこの特区を使って行われていくのではないかと思います。安倍総理がかねてからですね、日本を世界一ビジネスの打ちやすい国にすると。で、日本の岩盤のような規制を、私自身がドリルの刃となって穴を開けると言ってました。まさにこれができる制度が国家戦略特区になってます。で、この国家戦略特区諮問会議というところがかなり大きな権限を持っていて、ここにはですね、国会議員が5名、そして民間議員が5名という形で、ここがほとんど決めることができる権限を持っているわけですね。そして大事なことが、必要に応じて関係大臣が入るという話になっているわけです。だから関係大臣が入らない場合ももちろんあるということですね。そして、それは例えば農業の改革するときに 農水大臣が入らないとかですね、労働問題、労働の規制を改革するときに、厚生労働大臣が入ってこないというようなことが行われて、その民間議員といっても、竹中平蔵のような人間がいるわけです。そういった人間が好きなようにこの国を変えていくことができると。で、特区というのはあくまでも特区で成果が上がれば全国に拡大するという前提で行われているものですから、 TPP が仮に頓挫してもこの仕組みを使って、日本を改革していくと。改革って言ったら言葉の語弊があるわけですね。解約していくということができるようになってます。だからまだまだ
この問題はですね、根深いし長く長く続いていきます。ですからみんなで、一緒に声を上げて、この国をこれ以上悪くしないように、頑張っていきましょう。今年もよろしくお願いします。ということで司会の室松さんに帰ります。はい、皆さん今日も、頑張っていきましょうね。少しずつ、ほとんどあんまりいないかなと思ったけど、結構人が増えてきましたね。今年はですね、お正月いきなり日経新聞がですね、農産品を99年でどうかと、政府が言ったということで大騒ぎだったんですけど、あれはですね、実はガセというか間違いなんですね。私のちょっと知ってる人がちょっといろんなことがあって、日経新聞がそのように取ってしまったということなので、皆さんね、こういうことがあったら、まず何をしたらいいか、まず一つ本当のことが知りたいなと思ったら、ですね、内閣官房の方に電話をする。まず一つですね、大変だったらしいですよ。どういうことだって電話がガンガンかかってきて、でもう一つ、そんなのダメでしょって思ったら自民党に電話する。で自民党に電話してどういうことなんですかと。で、そうしないと彼らは今回のことは嘘だったということで、落ち着いているわけなんですけど、それがもしみんなからの反応がなかった場合は、じゃあいいんじゃないのって思っちゃうかもしれないですよね。ですからこれおかしいんじゃないのって思ったら、まず、内閣官 TPP 対策本部に電話する。で、本当のことはどうですかと聞く。教えてくれないかもしれないですけど、それに対して国民が興味を持っているということを知らせること、すごく大事です。でもう一つは、ですね、自民党に電話して何考えてるんだと、ちゃんとコントロールできたのかというふうに、言ってください。はい、で、そんなわけですね、今回も、ちゃんとこの私たちの、会に、応援に駆けつけてくださいました、共産党の神智子議員、どうぞこちらに。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。では、お二人に、会計省の上先生からよろしくお願いします。皆さん明けましておめでとうございます。前回来た時は風邪をひいていてあまり声が出せませんでした。また美声が戻ってきましたので元気よくやりたいと思います。今お話がありましたけれども、いよいよ今年1月24日から通常国会が正式に召集が決まりました。この国会はまさにどの分野でも暴走を積み重ねる安倍政権との国民との激突の国会になると思います。 TPP の問題、今もお話がありましたけれども、あれだけ安倍内閣昨年年内には妥結なんだと、そのことに固執して繰り返しておりましたけれども、各国の間の矛盾は大変大きく、知的財産権の問題や環境問題や関税の問題などを含めて、なかなか歩み寄ると言ってもそうならないという事態の中で年内妥結はできませんでした。そして1月、この1月また会合をやると言っていたけれども、なかなか見込みがない中でこれも先送りになって、2月には閣僚の会議が開かれるということになっております。で、年明けになって安倍総理の会見では TPP については、対極的な判断をさせてもらうという話があり、先ほどガセネタという話が報道のベースが話がありましたけれども、これまで関税撤廃やらない衆参の決議を踏まえるんだと言ってきたところから、もしあれが本当にそういう発言だとすると、99年かかっても関税撤廃してもいいよっていう話になるわけですから、これはとんでもないということでございます。で、今1月からダボス、スイスのダボスで、甘利大臣と USTR のフローマン氏が会って話をするということで、
おそらくこの2月の会議を前にして見つめを行うのではないかと言われておりますけれども、やはりこの1月2月一層私たちの声と運動を広げることが大事だと思います。高知県では県として反対の決議を挙げましたけれども、この3月は各地方自治体が議会が開かれますから、ここでまた繰り返し TPP の参加を反対だと、そういう決議を挙げさせていく運動や、またさらに新しい広がりを作っていくということで、私たちも努力を重ねていきたいと思っています。今年も全力を尽くして皆さんと一緒に TPP 断固反対、そして撤退を求めていく戦いを頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうなんですよ、99年だったら公約違反ってことになっちゃうんですよね。はい、じゃあ、次にですね、キラヨシコ先生に、同じヨシコなんですけどよろしくお願いします。皆さん、新年明けましておめでとうございます。キラヨシコです。ね、本当に年内だけ、年内だけってずっと言い続けた結果できなかったですね。それはやっぱりこうやって声を上げ続けてきたからこそなんじゃないでしょうか。それにやっぱり年内妥結しようとしたって、日本だけじゃない、各国政府でも一致できない、不利益が被る、そういう内容なのが TPP だっていうことがこれでも明らかになったのではないでしょうか。だいたい99年後だか何年後だか知らないけれども、完全撤廃をしようだなんていう態度で交渉に臨まれては困るんです。強い交渉力だとか言いながら、結局そうやって水面下ではアメリカだとかの言いなりになっている日本政府のやり方は許せませんし、そういう態度を見ても経済団体からも日本はちゃんと主張できているのかと疑問の声が上がっているんだという記事も私は読みました。やっぱり今声を上げればこの TPP 交渉ストップできる時だと私も思っています。今年が本当に TPP 正念場になってくると思いますけれども、どんどん声を上げてこの TPP 絶対に許さない、この国民の声を政府に届けましょう、世界に届けましょう。そして国民の命と生活守る政治を作っていきましょう。私も先頭に立って頑張ります。共に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。心強いお言葉ありがとうございました。また、本当に私たちの声っていうのが、おそらく TPP っていうのを混乱させてるっていうのは絶対あると思いますので、はい、これからもどんどん頑張っていきましょう。さあ、じゃあ国民の声、今年第1号ということで、農民運動全国連合会事務局の、事務局次長の吉川さんに、お話をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。どうも皆さん、ご苦労様です。私たち農民連は2010年の10月、菅さんが突然TPP 参加検討って言った時から一貫して反対してきました。はじめは農業だけの問題じゃないのかっていうふうなことで、孤立させようとするね、勢力いっぱいいたんですけれども、この間ずっと皆さんと一緒に戦ってきて、この年内の合意っていうのも皆さんと一緒に阻止しました。やっぱり12月8日のあの集会、これでいいのが TPP の大集会と、12月3日に J の皆さんがやったあの2つの集会がこの合意させなかった大きな力の一つになったんではないかなというふうに思っています。で、私たち農民連職権連はこの1月から4月のこのゾーンが非常に緊迫してくると、だからこそ私たちは春を呼ぶグリーンウェーブということで、この1月1月で大宣伝しようというふうなことで再度呼びかけています。そして3月の下旬にもまたみんなで大きな集会、大きな取り組みしようじゃないかというふうなことを今全国に呼びかけています。そうした意味ではこの1月9日の日ですね、明日明後日ですかに、新宿の西口でこのグリーンウェーブの初の行動ということで、全国先駆けての行動ということで大宣伝やろうというふうに計画しています。
まあ、皆さんよろしかったらぜひ16時30分新宿西口でやろうと思ってますので合流してください。で私たち本当にこの1月4月で戦い抜いて合意させないというふうなことになればこの TPP もド破化させるというふうなそんな展望も開けてくるかなというふうに思っていて2010年から戦い続けてきてこの最後の最後のところでさらに大きな力でね戦い抜きたいというふうに思っています。皆さんご一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、次はですね三郷の方で TPP の、反対をする運動を、やっていただいています。大鶴文彦さん、よろしくお願いします。二枚人の歌人じゃなくて歌を作る歌人の大津君彦です。これを言ったのは4回目ぐらいですかね。キャッチフレーズになれたんですけど、今日の東京新聞によりますと去年のシンガポールでの首脳会談の時に、関係団体の人がどうもこれ怪しいんじゃないのっていう声を出したのと同時に先ほどキラさんも言われましたけど経済団体の方からこれちゃんと言うこと言ってんのかなっていう話が出たと、まあ、そういうことが東京新聞に出てました。まあ、秘密主義がやっぱりここまで来ちゃうとですねそういう人たちにも疑念の声が出てるということだと思います。で次の首脳会談の日程決まってませんしその準備会合の日程もまだ決まっていません。で先ほども話ありましたように11月にアメリカの中間選挙がありますから4月までに方向性を出せないとですねひょっとすると予算を消費してしまうというか現実に頓挫してしまう可能性が出てきたんだろうというふうに思います。今日フェイスブック見てましたらボーカス財務委員長というのが中国の大使になるということで最も TPP を推進してきた人なんですね。まあ、これがどういうふうに出てくるのか分かりませんけど何がしかの影響があるのかもしれません。もし頓挫したらですね私は多分こういうふうに新聞を書くんじゃないかと。秘密主義が失敗だったとちょっと新聞記事の予測を しましたけども、これだけやっぱりこんな秘密で国会当然通さなきゃいけないんでその直前に出してなんていうことは今まで歴史上例がないんですよね。でアメリカでもこの秘密主義にすごく批判が高まってるとFacebook ガールの記事なんかでは読んでおりますんでまあ、この秘密主義は 今も、まあ、問題にすべきじゃないかなと思います。で、三郷で2度ほど勉強会をやりました。で、3度目今度の日曜日12日に、ここにおられる安田さんをお招きしてですねで猿さんも一緒に、お招きして集会を開きます。可能な方はご参加ください。話はここで終わってもいいんですが、去年秋に、内田翔子さんをお招きして、一体どうなっているの TPP 交渉の真相という今日内田さんはいないと思いますけど、講演がありました。で主催は我が三郷早稲田 TPP を考える会で、まあ、地元の人が50人ぐらいだったんですけど内田さんから集会宣言良かったねってちょっと後で言われたもんですからちょっとここで読み上げて、発言とします。集会宣言、本日私たちは TPP 交渉の真相が知りたいと、三郷文化会館に集まりました。私たちは TPP と日米平行協議で国民生活の多くの分野が危険にさらされることを知りました。私たちは TPP で食の安全が脅かされることを憂います。私たちは TPP で遺伝子組み換えの表示が脅かされることを憂います。私たちは TPP で農業と国土が脅かされることを憂います。私たちは TPP で国民皆保険が脅かされることを憂います。私たちは TPP でジェネリック医薬品を使う権利が脅かされることを憂います。私たちは TPP の ISD 条項で国の主権が脅かされることを憂います。私たちは TPP で働く者の権利が脅かされることを憂います。私たちは TPP で自治体の行政権が脅かされることを憂います。私たちは TPP の非親国財化で表現の自由が脅かされることを憂います。私たちは TPP で日本の文化が脅かされることを憂います。
私たちは TPP で愛する日本という国の存在自体が脅かされることを憂います。この集会を準備する過程で多くの団地の管理組合の掲示板でチラシの掲示をさせていただいたり、病院やお店にチラシを置いていただいたり、ポスターを貼らせていただきました。私たちはオール三郷早稲田で TPP に反対することにしたいと思います。三郷市は TPP に反対せよ、埼玉県は TPP に反対せよ、日本政府は TPP 交渉から離脱せよ。私たちは絶対に勝つ。なぜなら私たちは決して諦めないからだ。2013年9月20日三郷市文化会館にて一体どうなっているの TPP 交渉の真相、参加者一同。以上です。ありがとうございます。実際のところ TPP で、打撃を受けるのはもちろんその都市の、労働者たち、あのサラリーマンたちっていうのが、まず一番最初に打撃を受けるんじゃないのかななんて思っていますけれども、やっぱり地方がどん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 、あのただでさえこう苦しんで疲弊していっているというのに、TPP でもっともっとっていうことになりかねないわけです。このふうにあの三郷だったりとか、あとはあの例えば名古屋だったりとか、あのいろんなところでこう少しずつあの地域の TPP を考えたり反対したりする団体っていうのが、どんどんこうあの上がってきてくれるといいなと思っています。はい、じゃあそれではですね、次に、拓殖大学の、関准教授にお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。去年の8月6日以来の参加になります。すいません、あの火曜日ちょっと育児当番の日で、なかなか参加できませんで、去年の8月に来た時には、あの私があの喋った時に、あの TPP を同化させようというふうに、あの、あの一緒に同化させましょうというふうに言ったんですけど、まあ、まさにそれから4ヶ月経って同化しつつあるというか、もう同化してますよね。で、まあ、あのアメリカだけが提案したあの提案条項、例えばあの薬の特許ですよね。薬の特許で、あのそれを速やかに認めて販売許可しないと訴えるぞというようなあの条項、例えば日本以外の10カ国が全て反対していると。で、日本がなぜ反対できないのか非常に疑問なんですけれども、そういうのがウィキリークスが暴露して、これもアメリカが提案したの10カ国反対ですから、これはもう通らないだろうと。でアメリカがそれを誤用してればそれは通らない。でアメリカそれを通さない限り TPP に意味は感じないはずですから、まあ、あの着実に党派化に向かってるんじゃないかなと。でこれはめでたいことだと思って、皆さん本当に、よかったですねということなんですけれども、一つ気になるのが TPP となんか、並行してやってる日米並行協議なるものがあるんですけど、あっちの方が心配じゃないかなという今状況になってきてるんじゃないかなと思います。で、どこでどう決まったのか知らないですけど、いつの間にか簡易保険がアフラックと提携してますし、どこでどうなったのか分かりませんけれども、いつの間にかあの牛肉輸入の、規制緩和されてますしですね。でいつの間にかどうなったのか知らないですけど、軽自動車の税金が上がってますし、あの日本に対して軽自動車はあの非関税商品だから軽自動車の規格を撤廃せよって言ったのはアメリカだよな。で一切情報流れてこないんですけど、もしかしたら軽自動車の増税っていうのもそれと関係してるのかなという感じもするんですけど、一切情報流れてこないですよね。でもし、少しでも軽自動車の優遇措置を、緩和するっていうことを日本が飲んで軽自動車の増税となってたとしたら、これとんでもないですよね。でこれがアメリカの要求であるってことを日本政府は言わないし、でどこでどうなってるのか分かんないですよね。それが秘密交渉の怖いところを、怖いゆえんじゃないかかなと思うんですけれども、だからまあ戦いの焦点これから、TPP は本当にマレーシアもベトナムも頑張ってますし、日本も、ですね、少しはなんかいいこと言ってるみたいなんですよね。この前、去年僕は、来た時に日本がアメリカに対して何を要求するかって言ったら、まず関税撤廃なんてバカなこと言うんだったらそっちがまず率先して輸出補助金を全て撤廃せよって要求しろっていうふうに言ったんですけど、それ霞ヶ関の連中少しはこれがあるんだったら行ってみろっていうふうに言ったんですけれども、行ってるみたいですよね。でそれはちゃんと言っててくれて、だからこの前、すごく日本の環境ダメだと言ったんですけど、少し評価を変えて、お正しいこと言って少しは言ってるじゃないか、でこれは評価してあげましょう皆さん。で輸出補助金を撤廃しろって言ったら向こうは絶対撤廃できませんから、あじゃあもうこっちも関税撤廃しませんよって、それで絶対関税は撤廃
で守ることができるはずなんです。アメリカは輸出補助金撤廃できませんから。で、日本が輸出補助金を撤廃するって言ったら、やっぱり9カ国がそれに賛成、アメリカとニュージーランド以外は全て賛成しているということで、正しいことを国際社会で言えば日本の評価も上がるし、みんなついてくる。正しいことを言えばみんなそれついてくる。マレーシアも、カナダも、ついてきてるわけです。なので今気になるのは、ちょっと某神社に参拝してしまったことによってアメリカに弱みを握られちゃってる。で、日米平等協議で揺さぶりをかけられる。で、弱みを握られちゃったことによって、これ言うこと聞きなさいということをアメリカに言って、じゃないと政権持たないよ、靖国のことで守ってくれるよっていうようなことを言われて揺さぶられた時に、譲歩しちゃったら困るなというのが目下非常に気にしているところです。で、ここは右の方から左の方から全て TPP に懸念している全ての人の集まりですので、参拝問題とやかく言うつもりはないんですけれども、どうせ少しはでもアメリカにちょっと逆らいたかったわけですよね。安倍首相、アメリカに全部言うがままになっても気に入らないから、一つでもアメリカがやめろって言われてることをやってみて、気骨のあるところを見せたかった。で、気骨を見せるんだったらもうちょっと国際社会の理解を得られるところで気骨を見せてほしかった。で、それはやっぱり官報を受け渡さない、郵政を受け渡さない、それから軽自動車の規格をちゃんと守る、環境基準も燃費の基準も守る、アメリカの自動車業界のいいようにやられない。で、そういうことをちゃんと反対してアメリカにノーということによれば、安倍政権アメリカに、反対して気骨がある。で、国際社会の評価も得られる。で、アメリカに逆らって国際社会の評価を落としているのが今の現状ですよね。で、どうせ気骨を示すんだったら、もうちょっと、日本の評価を高めるような反対の仕方をしてほしい、と心から願います。霞ヶ関の皆さん、安倍官邸の皆さん、どうかよろしくお願いします。以上です。平行協議としてですね、これから懸念は平行協議ですので、むしろ戦いはこちらの方が大事になるかもしれません。以上です。はい、ありがとうございます。関先生、アメリカはだけど輸出補助金を撤廃しますというふうに言って署名して撤廃しないってこともありますね。ありますよね。ありますね。それも心配されるところですね。はい、それも心配されます。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。そうなんです。アメリカって面白い国で、こういう ISD っていうのがなぜ主権を、国家主権を損ねないことになるのかというと、日本、私たちからすればその企業がとかそういうのが訴えて国の政策をできなくなるというのは国家主権を損ねるじゃないかって思うんですけれども、アメリカはいやいや、医薬金を払えばいいんだよと。で、医薬金を払うか条約に、を従うか、どっちかを決めるのは国が決めることだから、国家主権の、なんていうの、主権を脅かすようなことではないんですよっていう、なんかよくわからないことを言うわけですね。で、そのじゃあ医薬品はどう、誰が払うのって言ったら税金なわけですから、そんなのねっていうことなんです。で、そういうわけなので、関先生がおっしゃったように、アメリカは農業補助金を、支払うことで WTO 違反をして、それでブラジルの綿花農家に、毎年 お金を払ってますから、実績があるわけなので、安心はできないということだと思います。では、それではですね、今回ですね、いつもポストマンさんが、ポストマンくんっていうんですかね、が来てくれて、いるんですけれども、今日ですね、ポストマンさんはですね、おそらく、年賀状配達が終わって、ちょっとゆっくりして、瞑想、皆さんの幸せを祈って瞑想に入りましたということですので、今日はポストマンさんの、お友達が来てくださっていますので、お友達に、スピーチをしていただきたいと思います。はい、ではお友達さん、よろしくお願いします。ポストマンの友達です。明けましておめでとうございます。さっき先生がお話をされたんですが、日本郵政はアプダックと提携しました。ところがこのアプダックっていうのはものすごい極悪企業なんですね。
2012年の2月なんですが、いつもあの金融庁が保険の会社にあの査察に入るんですよ。普通ならですね、2ヶ月半で査察が終わるんですね。ところがアフラックの場合はなんとこの場合5ヶ月も査察をしたんですね。その結果分かってきたことが3つあります。まず1つ、アフラックはお客様にですね、正当な払い戻しをしなかった。それも他のですね、保険会社のなんと10倍なんです。ひどい企業だと思いません？2つ目、アフラックは収入の7割を日本で稼いでるんです。だけど日本にいるアフラックは支店なんですね。日本で吸い上げた利益の最低でも7割、そして10割は全部アメリカの本店に行くんです。でアメリカの本店に行った金で何をしてるか、自社株を買って社長や大株主、そして会社役員にものすごい配当を出してる。こうやってはっきり言うと悪度すぎる中抜きじゃないですか。しかも今のアフラックの社長は TPP を推し進めるユースターの USTR の役員だったんです。こんなひどい企業なんです。さらにもう一つ、集めた金を何に投資してるか、これも分かりましたね。欧州諸国で危ない債権、国々に債権を出してます。で格付けでもですね、怪しいようなところに債権を買ってます。こんな企業を許しておくことはできませんね。確かに日本郵政はお客様からの貯金とか保険料を正しく使っておりません。これは私たち郵政ユニオンも指摘しているところであります。だけど TPP が結ばれたら、皆さんが納めてくれている保険料、そして地方のおじいさんおばあさんが私たちを信頼してくれて貯めてくれる貯金が全部わけのわからない債権に使われてしまいます。それをなんとでも引き留めたいと思いまして、ボスマンは今年も頑張ると言っておりました。今日はボスマンになり代わって皆様に挨拶をすることをとても誇りに思います。一緒に頑張りましょう。はい、ポストマンさんのお友達でした。ありがとうございます。それではですね、今日も、ですね、皆さん来ていただいた皆さんたちから、2、3分スピーチということで、我こそはと思う方にお話をしていただきたいと思いますので、ぜひこちらの方に来てください。ではまずトップバッターですね、通りすがりのですね、田舎のゴンベさんにお願いしたいと思います。お願いします。はい、こんばんは。たまたまここ通り過ぎたゴンベさんです。私喋ると青森ですか、秋田ですかって聞かれます。岩手です。なまってます。そんなわけで今ちょっと田舎の事情を話してみます。私は経済不経済、親はお前不経済だって言われて不経済を出たんですけども、田舎のいろいろな事情で田舎で働いてきたんですけども、もう企業がどんどんねなくなっちゃって、で
北請け含めると4000人以上の企業も、もう全く人ゼロになりました。それは岩手県の水沢というところですけど、ところがそこに限らずもう日本中そのようにもうスカスカになってます。建物は遠くにから見えても中に行くと近くに行くと駐車場にペンペン草が生えて駐車場の門に錆びたチェーンがぶら下がってる。それが今の日本の田舎の現状です。それで田んぼありますけども、田んぼはなんと4割減反っていう、つまり田んぼ 10枚あったら4枚は米を作るなっていう、それが今の農林省の政策です。そして減反のための補助金が出てるんだけどもね、それももうわずかで何ともどうしようもない。それでまあ65歳70歳過ぎの人が田んぼをやってるのが今の現状です。若者は全く田んぼでの収入は上げれないので、長男でももう田んぼを全くやめたとかね、あるいはもうじさんなんは田舎に入れない。私も田舎にちっちゃな小屋建てたけども、もう全く収入の道がなくなったので、18年前に東京に流れてきたんですけども、たまに帰ると都会と田舎の格差がすごいですね。それに田舎でいろんな農業とかそういう仕事をしてきた人がもう食えなくなって東京に流れてきても、まあ東京は東京のスキルがあるからそれについていけないと結局ホームレスのような状況になるのが実態です。もうこれが TPP になったらもう日本の農業は壊滅です。日本は山間地がね、山とかそういうのがだいたい 95% ぐらいでしょうか、わずか 5% 前後ぐらいに家があったりね、畑があったり田んぼがあったり、まあそういう状況だと思うんですけども、日本は低地と山の高低差が大きいので、まあ台風が来ても台風の水をせき止めるのが山あるいは田んぼ、田んぼは自然のダムなんですね。そのダムの自然のダムがもう田んぼができなくなると崩れてしまって、もう大洪水が恐るんです、起こることがもうどんどん出てきてます。それが日本のね自然の状況です。まあ私も社会科の勉強もっていうかそんなことを生徒に一生懸命言いましたけども、こういうことをねきちんと踏まえた上で TPP とか日本の農業問題とか、あるいは人口構成、あるいは職業のね配分をやるってことがね、国の基本政策になければならないのが全くアメリカの植民地政策68年以来ずっと一貫してなったために、もう今最悪、私が来て東京に来て車椅子で仕事しようと思っても大手の金融機関に採用されても、駅に行ったらエレベーターはない、仕方ないぐステッキで通ったら3ヶ月歩けなくなって医者にドクターストップだったんで、それで一生懸命駅にエレベーターの設置運動やったらね、まあ暴行罪なんて出ちゃがれたこともあったんですけども、まあそれで駅にいっぱいできたけども、我々の税金は何に使うかね、誰でも暮らしやすい、あるいは土地取っても、あるいは田舎でも都会でもね、人らしい暮らしをするための税金なのに、今度5% から 8% の消費税が上がったらね、 3% から 5% になった時急に自殺者が増えましたね。今度もっと増えますよ。だからもっとね、自分のことは自分で守る、自分の国家は自分で守る、そういう独立の気持ちがなければね、日本はまあ舐められちゃってダメになってしまうんじゃないかななんてちょっと考えてます。皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、まあ、日本をね良くしていくための、まあ、規制を良くするための規制改革っていうのをやらなきゃいけないこといっぱいあると思うんですけど、なんか規制緩和とか言ってるちょっとよくわからない状態ですよね。はい、じゃあ、次はですね、そちらのサインを持ってる、女の方にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。私都内の大学に通っているものです。でいつもちょっとこの時間火曜日いつもバイトがあるんですけど、今日はなかったので行くしかないと思って来ました。ちょっと今急に振られたので何を話そうかなと思っていたんですけど、
ぱり TPP の問題って例えば ISD 条項だとかあとは日本の農業が壊されるとか、まあ、いろんな問題すごくたくさんあって、まあ、範囲も広いなというふうに思うんですけど私が個人的にすごく怖いなと思っているのは遺伝子組み換えの情報が隠されるかもしれないっていうことが私個人的にはすごく不安だし嫌だなというふうに思ってます。で私ずっと母と父のがなんか方針というか考えで遺伝子組み換えのものは食べないっていうそういうふうにして私育ってきました。やっぱりだから遺伝子組み換えっていうのはやっぱり遺伝子組み換えを食べてもいいやと思ってる人は別に食べてもいいと思うんですけどそれを食べるか食べないかそれを私たち国民に選ぶ権利があると思います。だからそれをその表示をなくすということはその権利を私たちから奪うということになるので絶対にそれは認められないことだなというふうに思っています。やっぱり食べたくないと思う人がそれが分からず何を食べていいか分からないそういうふうになるのは私たちのやっぱり食の安全そして健康が脅かされることになるなというふうに思います。でもう一つ私の母が薬剤師をやってるんですけど、ジェネリックの問題もあるというふうにやっぱり親も言っています。やっぱジェネリックっていうのは、高い薬を買えない人たちがジェネリックが出ることによって少しでも薬の値段を抑えられるずっと薬を飲み続けなければならない人にとってジェネリックの薬というのはすごく助かるものだなというふうに私も思っています。でそれが作れなくなるかもしれないということはずっと薬を飲み続けなければならない人たちが高いお金で、ちゃんとしたものを買わなければならなくなるということでそれはやっぱり国民の生活を脅かすことになるなというふうにいうふうに思います。で母もやっぱりそういうのは、患者さんとかもそういうふうになったら嫌だっていうふうに言っているということも言っていてやっぱりそういう国民の声を聞かない国民の声を全く聞かずそういう無視してで、アメリカの言いなりになって進めていく今の日本政府のやり方は絶対におかしいし認めてはならないなと思います。だから何があってもやっぱり国民の声をきちんと聞く政府は聞くべきですしやっぱりここは私このプラカードにも、ここは日本だアメリカの言いない断固反対って書いてあるんですけど本当にその通りだなと思います。ここはやっぱり日本であってアメリカではないのでアメリカの意見を聞くことはあったとしてもアメリカの言いなりになることは絶対におかしいと思います。なのでそのアメリカの言いなり反対 TPP は絶対反対その声をこれからも今年も上げていきたいなと思います。皆さん頑張りましょう。はい、どうもありがとうございます。あの年っていうあれなんですけどあの遺伝子組み換えをね食べないであの育ってきた羨ましいですよね。うちの母はどうだった多分気にしてなかったんじゃないかと思います。でも、まあ、これからいろいろ私たちもいろいろ知識を得たのであの自分たちで自分で決めてこれは食べようこれは食べないでおこうっていうふうに決められるような環境を、まあ、守るとかあとはもっとちゃんとしていくっていうことをしないといけないと思いますよね。であとジェネリックに関してなんですけど、一応まあ誤解のないように言っておきますとジェネリックを一番長いこと作れない国っていうのは日本なんですね。実は、日本っていうのは、ですね、そのデータ保護機関ではなくて今これまでにね薬害がいろいろあったっていう経験から8年間はジェネリックを作ってはいけない。要するにその薬が本当に安全かどうかっていうのを見るまでは作ってはいけないっていう期間が8年 でそれが実質データ保護期間になっていると言われているので3カ国の中で一番長いんですね。でもですねそれは日本の話であって今おっしゃってたようにそのもう命に関わるものをこう長く使えないっていうそういう国もありますしあと一つ心配されているのが例えば同じ薬なんだけれども今のやつだと何年間って決めてあって人体に影響ないとかあとこれに薬はこういう影響というか効果がありますよっていうのが分かれば例えば違う病気にも薬が効きますねってなった時でもそのデータ保護期間の延長っていうのはされないんです。でも今アメリカがどうしてもやってほしいと言ってるのは同じ薬でも違う効用があったらその保護期間を延ばしてくださいって言ってるんですね。それをずっと続けるとどうなるかというとそれこそ本当にジェネリックが例えば5年だったのが10年使えないとかそういう話ではなくて一生使えないっていうことになってしまう。なのでそれがもったい問題になっているということなんですね。まあ、ちょっと細かい
あの話ですけども、そういうことなんです。はい、じゃあ次はですね、ですね、皆さんよく聞いてくださいね。ヘレン・カルディ・コット財団、ヘレン・カルディ・コット財団の大橋さんにお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ノーベル平和賞を、受賞してます、全世界2万3000人の医師団を擁する、通称 PSR という組織をグループに持つ私ヘレン・カルディ・コット財団の、ジャパンオフィス副代表の大橋といいます。今日は皆さん寒い中、新年から、官邸前に集まられまして本当に、皆さんご苦労様です。で主催者の皆様本当にありがとうございます。この TPP の問題はですね、今原発の問題だとか例えば秘密保護法の問題だとかこの日本の国内においても、これだけのこの、悪性が続いておりまして皆さんも本当に怒り心頭なことだろうと思うんですがこの TPP という問題は本当に根が深いんですね。今も皆さん、順番にお話があったと思うんですが個人の権利の問題や例えば食の安全の問題、医療の問題など、本当にその、おぎゃーと子供が生まれてから、墓場に入るまでですね、すべて一部の人間たちに、我々の生命というものをコントロールされてしまうという、本当に非常に危険な問題なんです。で、この地球にも、大きさが限られている、この惑星に我々は今いて、それでですね、UN ですらですね、2046年ですね、ここには、この年になると、今のこの気候変動が、このままの状態で続いていくとですね、約50億人の人類が、異常事態だと言われているような環境下の中で生活することになるという、警告もしている状況です。私ヘレン・カルディ・コット財団の人間として、一つ申し上げたいことはこの地球のためになる仕事を、人類はこれから本当にしないとダメだと思うんです。それが本当の仕事であるべきだと思います。ところがですねこの TPP を推進、しようと躍起になっている、企業の、たちはですね、実は、地球のためにならない仕事で、たくさんの、自分たち、だけの利益を得るようなことを今ずっと推進してるんですね。なのでこれから、我々の子供たちや孫たちをの命を本当に守るために、我々も含めた未来の人たちがですね、工場の中で、一部の人間に育てられるようなブロイラーチキンのようなですねそういう、生活を、送らせられないためにも、我々が今未来の人たちのためにも、こういう TPP のような協定を絶対に通してはいけないとそういう声をもっともっと上げるべきだと思ってます。あまり難しいことは私言う気はありません。皆さんもっとたくさんの人に、この TPP の問題に関してですね原発だとか秘密保護法の件と同じように多くの方にたくさん伝えてください。本当に生命に関わる大きな問題です。私からは以上です。皆さん共に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。そうなんですよね。しかも一回一個一個こう潰しても潰してもなんか名前を変えて手を変えてやってくるものの一つなんですよね。はい、ちゃんとしっかりやっていきましょう。で、私たちだけじゃなくまあそういうまあちゃんとしていきましょうっていう声に、まあ、こうしてですねこういった活動にこう参加するようになられたという女性に、が今いらっしゃってますので、お話をなぜ私がここにいるのかということをお話ししていただきたいと思います。皆さんこんばんは。この会にまだ数回しか参加していなくてなんかここで発言するっていうのもなんかおこがましいんですけども私の思いを伝えます。私は千葉市に住んでいます。それで反原発というか原発反対の集会にここにずっと来ていてそれで火曜日に TPP の報道があるということでなかなか平日なものですから来れなかったんですけどもインターネットの情報とかいろいろやってるうちにいかにこれが怖いものか
食だけではなくて働く人、保険、いろんなこと、またあの原発を反対するっていうことは ISD 条項っていうものがあって、こんな TPP に参加したら原発はやめられなくなってしまうんじゃないか、そういう大きな問題もはらんでいるってことがだんだん分かってきました。それであの12月にストップ TPP っていう集会にも行ってみたんですけども、あのさよなら原発とかそういう市民がたくさん集まるものと違って、本当に市民参加が数人というか数十人というか、あとは団体の方 の参加で、もっともっともなんか盛り上がってるかなって、あの日比谷公園であったんですけども、そこで人が溢れるんじゃないかって思っていたんですね。あまりにも重大な問題だから。でもやっぱり市民の立場の人が参加していなくて、本当逆にびっくりしました。だから私もあの家族でいろいろ話したり、それから職場で TPP って怖いんだよとか、そういうふうにはやっているんですけども、まだまだあの市民レベルで知れ渡っていないっていうことが、どうしてこれから知らせていけばいいかなって、自分なりにいろいろ考えてやっていきたいと思います。これから頑張っていきたいと思いますので、皆さんと一緒に、どうもありがとうございます。なんか知り合いされてすみません。はい、ありがとうございます。私もほとんどあのどこにも属さず、あの一匹狼でいて、別に狼じゃなくて可愛らしくお花畑にいて、それであのみんなに出会ってこんなところに来ていますので、もっともっとたくさんの、あの人があの気づいて、こうやって声を上げるってことがどんなにあの効果があることなのかっていうことをあの思って来てくださればいいなと思います。あの別に私たちあのなんか犯罪行為をしたりとかテロだとかそういうことやらないんで、あの安心して来ていただければと思います。はい、じゃあですね、あの次は、ですね、東京農民連 の武藤さんにお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。今日の集会ができるというのは、これまでの戦いをですね、皆さんと一緒に頑張ってきたこの結果だと思います。これをやはり大きく育てていくということによって、この集会の意義がこういうことだというふうに思っております。あの今日は私の親戚の方のお話なんですけど、先ほどゼネリックの話ありましたけれども、糖尿病で73歳のおばあちゃんとどうしっかり生きてるかな、なんですけれどもね、1ヶ月にこのお支払いいただく医療費が2万5000円かかる。で、ゼネリックのやつだから、薬だからそれで済むと、こういう話なんですね。これがもしなくなれば、お医者さんは何を言ったかというと、3倍ぐらいの費用がかかりますよというお話された。そしてご存知だと思いますけれども、74歳、5歳までの方々に対しては今度は 1割を2割にすると、こういう話になってまいりましたので、私その方のご挨拶によくの正月行ってまいりました。本当に何とかしてほしい、寝ながらですね、そういう悲痛な声になっているんだという方がいらっしゃるわけですね。私はあの農民連の立場ですから、農家の方々の対応というふうに思うんですが、その方は農家の方なんですよ。ですから本当にみんなでですね、力を合わせてこの TPP は何としても読ませなきゃならないというふうに思いますし、その兆しもあるというふうに思いますので、みんなで頑張っていこう、このことを申し上げたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、次に、全日本労連の全農協労連か、全農協労連の国務書記長にお話をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。本当に1月からご苦労様です。私たち農協や農業団体に働いている仲間もですね、本当に地域から TPP 反対の運動を広げてきております。で、もちろん農協にも
しっかりとですね、TPP 反対のこの声をですね、一緒に上げようということも働きかけながら運動してきてます。で、私も岩手の出身なんですが、岩手県では地域にですね、TPP 反対の連絡会がたくさん生まれてきてまして、青年部、若い農協職員の人たちが、生協のお母さんたちと一緒になって、生協の店舗で、毎月ですね、TPP 反対の署名宣伝行動をやり続けてきて、1年以上経ってきているところが、先ほど水沢というお話ありましたけども、水沢とか一ノ関など、そして盛岡でもですね、そういう取り組みが広がってきています。東京でも、11月にですね、私たちの仲間が新宿で、TPP 反対の署名に取り組みました。雨の中だったんですけども、非常に印象的なことがありました。アメリカからですね、日本に、来られて6年ぐらい経つ方が、署名をですねしていったんです。何の署名っていうで TPP 反対ですよって言ったら、反対の署名をですねしていってくれたんですね。で、なんでTPP 反対の署名にこのアメリカから来た方が署名をしていったかっていう理由もきちっと言っていました。アメリカのこの多国籍企業っていうのはアメリカの国民にとってもやっぱり大変な問題をいっぱい引き起こしてきている。で、そういう TPP はアメリカの国民の中でも反対の声が広がってきている。ですから日本でもですね、自分は日本で暮らしているけども一緒にこういう TPP 反対の運動を広めていきたいっていう、こういうこのお話もされながらですね、凛として署名をしていったのは非常に印象的でした。で、また同じく新宿で署名運動をしていったときに、韓国から来ている留学生の方がですね、日本がもしも TPP に参加するようなことになっちゃうと韓国の二の舞にされてしまうよ、ですから TPP 反対のこの署名に、の運動にね、私たちも本当に心から、支持します。署名はしてくれなかったんですが、韓国のように日本はさせるわけにいかない、韓国でも運動を広げますけども日本でもぜひ頑張ってくれっていうようなメッセージを女性の留学生の方が言ってくださいました。このように私たちの粘り強い戦いっていうのが地域でもまた国際的な、連帯といいますかを広げてきてるんだなっていうことを実感をいたしました。絶対に許さない、こういう声をですね皆さんと一緒にさらに大きく広げていきたいと思います。共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そう、韓国も TPP に入りたいっていうふうに言っててまして、今年の3月にはTPP に入ったらどんな影響があるだろうか、入るためにはどういったことをしなければいけないだろうかっていう、調査を終えるというふうに言ってます。とは言っても韓国の場合は米韓 FTA がやっぱりありますから、あんま意外とハードルが低いというよりは米韓 FTA を亡き者にして TPP にくら替えしたいと思っている感じがしますよね。あとはですね、国際的というかアジアのことで言えば、年末に台湾ですね、台湾も今年の7月までに TPP に入ったらどんな影響があるんだろうか、自由貿易をしたら一体どうなってしまうんだろうかっていうことを、その調査を7月までに終えるというようなことを言っています。本当に国民は知ってるんでしょうかねって思いますよね。もうぜひですね、台湾の、人もあなたたちの政府はこんな恐ろしいことを言ってるよっていうことをちゃんと伝えてもらいたいなと思います。さて、それでは次はですね、いつも来ていただいてます築地の、築地を守れ TPP 反対と、で
ね、あのお正月になるとマグロのこととかで、ね、話題になります。で中川人さんたちのね、あの技術力っていうものを守るために頑張っていただきたいと思います。じゃあどうぞ。どうもおめでとうございますっていいのかな。おめでとうございますね、一応ね、いい年にしましょう。まだコールの人がね、まだ見えてなくて、もうちょっとで見えるんだって。でその見えるまでなんとか引っ張ってくれと。いうことで、まあ都知事選も絡みまして、ちょっと築地のことも、お話しさせてもらっていいかな。私はとても TPP とね、あの関係があるというふうに思ってます。ね、年末に、TPP の大きな集まりがありまして、私はちょっと、どうしても行けない用事があって行けなかったんですけれど、その時にあの農民連の地、石川だったかな、の方が、見えまして、築地の移転問題ちょっとねレクチャーしてほしいということで、お話ししました。その時に、ね、私のこと知ってるんですよ。でどうして知ってるのって言ったら、この放送を見てるんだって。うん、だからやっぱりちょっとね、今日も集まりがちょっと少なめかなと思いますけど、これをまた見てる人っていうのがいるんで、やっぱりこれは大事な行動なのかなというふうに、思いました。それでですね、マグロの話からいこうか。マグロが、ああいう値段だったと、去年1億5000万ってバカじゃねえかってね、これ何が問題かっていうと、普段からああいう一番ね、いい、その日の一番いいマグロをね買ってる方が1億5000万で買うんだったらいいんですよ。だからマスコミが来る時だけそういう魚を買って、で普段買ってる久兵衛さんとかが買えないようにしちゃってね。で普段はどうかというと、必ずしもそういう魚、まああまり言うとあれだよね、あれですけど、だからそういう人が普段どういう魚買ってんのかっていうねのが大事なんだと思います。で今年の相場はまあちょっと安めだったかなとも思いますけど、適正なね、価格形成って、今年なんで安かったかというと、実はいいマグロがいっぱい来てたんです。だから安いんですよ。うん、去年が1億5000万になりましたけど、去年はね大間からのね入荷がなくて、年末に仕入れたやつを氷詰めにして寝かしといて、競り場に出したら1億5000万になっちゃったというね。だから必ずしも今年の競りが悪かったということではないと思います。それから今言いましたけども、普段ねいつももう高い値段出して、競り落としてるね人たちがいかに大事かというと、やっぱり、常日頃からその生産者に対してお金を1年以上払ってるわけですよね。だからそれがやっぱりすごく大事なことなんだと思います。築地の競りというのはやっぱり品質に値段をつけるというところがねやっぱりミソで、この制度をなくしてしまうと、ただひたすらこの値段の安さだけをね競い合うということになるんですよ。でこれは卸売市場法というのが、卸売市場の制度が確立するのが1920年代の前半なんですけれども、一番初めは競りという制度はね、競りはあったんですよ、競りはあったんですけど、制度としてそれをやれということで規制するということはなかったんです。だけどもそうすると生産者がねやっぱもう買い叩きにあっちゃって、安きゃ安ほど安いほどいいということになればね、値段はどん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 下に下へと引っ張られるんですよ。それでいろいろ考えて、じゃあ競りというのを制度化したらどうだということで、制度化したらば生産者の方にも十分に、納得いくお金がいくようになると、消費者の方も、それはねもうそれ納得いく値段で買うわけですから、うまくいったというね、そういう経緯があって作られた制度なんですね。で今新自由主義の流れの中で、やっぱりここ20世紀100年の間にね作ってきた、財産が次々と壊されてるというふうに思います。規制というのは一番初めはなかったんですよ。何もなかったんですよ。問題があって規制というのは作られるわけでしょ、ね、で100年ぐらい経つうちに、なんで規制したか忘れちゃうんだよね多分ね。うん、それで、規制緩和をするんだけども、一番初めなぜ規制したかっていうのを忘れるとえらいことになるんですよ。リーマンショックの時だってそうですよ。やっぱり金融がねああいうことになる、それは大恐慌、29年の大恐慌の後にグラス・スティーガル法という法律を作って、
証券と銀行業務をね分離するわけですよね。でそれが、できたのが33年ぐらいかな、それから100年近く経つうちに99年だか2000年にその規制を撤廃したら、10年ともたずに資本主義はあのざまですよ。だからやっぱりね規制というのはこの100年の間に作ってきた規制というのは理由があってできてるんで、その理由というのをねもう一回よく考えるということだと思います。 TPP はその100年の努力を全部台無しにしようと、そういうものだと思います。絶対にやらせないということで頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。やっぱりですね、自分の専門の分野から TPP を語ってもらうっていうのは本当に学ぶことが多いなと思います。皆さんも自分の分野、自分の業界と TPP がどんな風に関係するのかなっていうのをもう一回見直して、で TPP の中身をこう語っていただけるようにしたらいいなと私はずっと思っています。で、今お話がありましたグラスティーガの方ですけど、本当にあれを撤廃してはいけなかったわけなんですが、去年ですね、米国のエリザベス・ウォーレン議員という人が次期クリントンさんの対抗馬って言われてる人なんですけど、彼女が新しくグラスティーガル法をね毎回やっぱりやんなきゃダメだっていうふうに提案してますので、アメリカも少しはまともになってくれるんじゃないかなと私は期待しているところなんですね。はい、じゃあそれではですね、ちょっとなんか寒くなってきましたよね。風も冷たくちょっとなってきましたので、お待ちかねのコールをいきたいと思います。官邸前のアイドル舞子ちゃんによろしくお願いします。やめてください。皆さん明けましてお疲れ様です。昨日や今日が講義始めの方も多いかと思いますが、もうこんなとこに来たくないですよね、寒いのに。もう今年でもう終わりにしましょう。というわけでスペースコール、暮らしを壊す TPP はいらない。
少し暖かくなりましたでしょうか。で、あのですね、あのちょっとあのご紹介遅くなりましたが、あの主催者の方で、貼らないカイロを、あの北海道っていうんですかを、あのちょっと用意してあるようですので、もしあの欲しい方がいらっしゃいましたら40個ありますので、まあ、遠慮なさらず、あの寒くて風邪をひいたりしたら困りますので、遠慮なさらずに欲しい方行ってください。はい、どっか、ま、あの今持って回りますので、はい、わかりました。じゃあですね、あの、ですね、今日はあのですね、主催者側のスピーチということで、またアメリカが今その TPP に関してどのようになっているかということをあのお伝えしたいと思います。お付き合いください。まずですね、報道ベース、日本の報道だと、おそらく4月にオバマ大統領がアジアを訪問すると、それが、その時が、あのもしかしたら TPP 締結っていう、あの妥結という、それを発表するタイミングになるんじゃないかというふうに、言われていますね。なので、私たちとしては、まあ、3月っていうのが一つの山場になるのではないかと考えています。で、実際ですね、あの TPP を推進している議員の方たちはもう皆さん、あのこちらここに来ていらっしゃる方は分かっていると思いますけれども、 TPA、 あの大統領貿易促進権限というものが、議会からあの、あの大統領府にあの権限を、まあ、こう期間を決めて、移譲する、そういうことに、なる、まあ、法律ですね、TPA 法案っていうのがもうすぐ、出されるのではないか、でそれが、まあ、数ヶ月のうちに通ってしまうのではないかというふうに、考えられているということです。で、実際ですね、おそらく、8日あたり、今週の水曜日ぐらいには、TPA 法案が出されるんじゃないか。で、それはあの数ヶ月ぐらいで、議会を通過してしまうんじゃないか。そしたら TPP も妥結されてしまうんじゃないだろうかっていうふうに思って、心配になる方も多いんじゃないかと思います。でもですね、これはあくまでですね、TPP 推進派の人たちが言ってることですので、実際はそんなことはなさそうなんですね。どうも、まず、去年の、12月ですが、手紙ラッシュがありました、アメリカでは。で、新聞でもご覧になったと思いますけど、あの17個ぐらいのね、農業団体が、日本が関税撤廃をしないんだったら、もう日本を TPP から外してしまったらどうですかと。いいねいいねクロマン代表に対して、言ったと。そういう、のがあります。あとは、上院議員が、集団で、日本のその豚肉に関する規制だったり関税だったりとかをちゃんと撤廃させろっていう手紙をオバマ大統領に出したり、で、あちらはですね、連盟国会議員というか議会の議員が、連盟で誰かに手紙を出すっていう文化が結構あるみたいなんですね。日本ではあんまりそういうのを聞かないんですけど、まあ、システムが違うからっていうことなんですけど、そういった動きを、まあ、してもらったら嬉しいなと思いますよね、私たちはね、はい、で、そういったこともあって、で、先ほどどなたかおっしゃってましたけれども、どういうことを議員たちは条件にしているかっていうと、まず為替ですね、これ先月もお伝えしましたけど、為替を、条項っていうのを入れろと言ってると。で、それは要は量的緩和をすることによって自分の国の通貨を、下げる、通貨の価値を下げるっていうことを、しちゃいけないっていうことを言おう。でも実はアメリカが一番やってるんですね。で、アメリカ FRB はその量的緩和を今度やめるって言ってますので、少し、また円
そのままいけば円安になっていくのかななんていうふうに思いますけど、まあその辺はちょっとどうなるんだろう、なんていうの、お金を儲けたい人たちってこう本当にそう市場に任せろとか言いますけど、市場に任せてなくて自分たちのお金に物を言わせてるので、本当だったらこうですよねっていうことが起こらないのが今の社会になってますので、本当にそういったことの規制をちゃんとしていかなければいけないなのになと思っています。で、ですね、そんなわけでですね、これから私たちが何をしたらいいのかなっていう、何を見たらいいのかなっていうのは、まずアメリカが一体この TPA 法案本当に出すんだろうかと、で本当に言ってますので、多分今週中くらいには出るんだと思います。で、政府が12月25日の時点ではその TPA 法案がまとまったっていうのはガセだと思いますよっておっしゃってましたけれども、おそらくその、長いクリスマス休暇の間にガチガチと話し合いをして進めて、今週に出すんだろうと思います。で、その後ですね、どういうことになるかというと、まず委員会で話し合うんですね。財政委員会っていうのと歳入委員会っていうので、で一応その財政委員会とか歳入委員会に入ってる人たちっていうのは貿易やった方がいいよって思ってる人たちが多いですから、そういう人たちは賛成をする可能性が高いというふうに思われています。でそれの次に、フロアっていうその本会議の方に行って、それで、投票がなされて、で通れば TPA 法案通過ということになるわけですね。で、推進派の方々っていうのはイースター休暇の前に何とかしたい、要するにそれは今年は4月20日ですので、その前にやりたいと言ってるわけなんですけど、それで何が、彼ら の計算違いっていうのが起こってるかっていうと、ボーカス委員長、財政委員会のボーカス委員長っていうのがいるんですけども、そのボーカス委員長が、報道にもありますけど中国の大使になる、ということになりそうなんですね。でその、中国の大使になるためにはだいたい3ヶ月ぐらい、審査があったりとかするらしいんですけど、それをその審査に入る前に上院議員を辞めてしまうのか、それとも、そのまま続けてギリギリまでやるのか、それで TPA 法案が通るか通らないかっていうのが結構、決まっていくんだそうです。というのはそのボーカス委員長の次になるっていう人がワイデン議員なんですね。ワイデン議員って名前覚えてますか？ワイデン議員っていうのは、去年一昨年になりますね、もう一昨年の5月に、上院議員の方がね、憲法でそのトレード貿易に関しての権利があるって言われているのに、大統領府は何やってんだ、ね、憲法違反じゃないのかって内容を公開せよというふうに言った人ですね。でその人が、アメリカっていうのはその委員会は、ね、年次が年功序列なんですね。アメリカなのにと思うかもしれないですけど年功序列なんです。で、ボーカスの次っていう次の人っていうのは別の委員会の委員長やってるのでできないってことなので、次にそのワイデンさんがなるんですけど、もしワイデンさんがなったら TPA 法案今今度出そうって言ってるものに対していいよって言わないと思います、ね、ですからそうするとワイデンさん書き直すという、で彼はなったからって喜んじゃダメなんですね。彼は TPP は多分 TPP というよりは自由貿易は推進ですし、結構そのアメリカの利益とかを言ってる人ですので、それで喜んではいけないんですが、今言ってる TPA っていうのは通らないんじゃないかと思われてます。でそうするとじゃあ4月を、超えて TPA が通らなかったらどうなるかっていうと、11月に中間選挙がありますよね。で、11月の中間選挙がありますので、それまでは多分 TPA のこととか言ってられなくなるんです。でどういうことかっていうと、今もそうなんですが、共和党の人たちっていうのは、お金持ちの政党って言われてますので、そういうその民の、ね人たちをこうないがしろにしたようなことをすると選挙で負けちゃうからダメだねっていうことで、こうそういったことにもちょっとやらなきゃいけないかな、でも嫌だなみたいな感じだし、民主党は民主党で、もちろんその民のための、政党なんですが、
やっぱり選挙のためにはお金が必要です。ですのでビジネスの人たちにやってるよっていうふりを見せなきゃいけないわけですね。 TPP とか皆さん の希望に沿ってやってますよっていうことを見せなければいけない。でも TPA をそのまま今のままで通してしまうと、もう どんどんアメリカの中間層、もともと少ない中間層がなくなって貧困層がどんどん増えてしまうということもありますので、なかなかうまくこうできないということで、おそらくその TPA 法案に関しても、その中間選挙の後、11月以降なんじゃないんですかというふうに言われたりとかしているわけです。でそうするともうみんな嫌になっちゃうわけですよね。もう3年やってきてやってやろうって、去年の暮れね、やっと妥結するかっていうふうに彼らは思っていたんだけども、それができなくって、でそれでアメリカのせいで、また1年伸びちゃうのかよっていうことで、そうすると TPP っていうのは、まあ、なくなっちゃうんじゃないのかなというふうに思っています。ただやっぱりその、全然安心できないのは、一番冒頭にね、安倍さんが言ってくださったように、特区のことだったりとかがありますので、でその細かいことですけど、6月って言ってますよね、いろんなことを出すっていうのが。なんで6月かっていうとですね、今言ってるかっていうと、去年の例えば12月にもし妥結したとしますよね、 TPP が。そしたら妥結してファイナルテキストまで出てくるまでだいたい3ヶ月ぐらいかかるんですよ。その3ヶ月から5ヶ月ぐらい、しないとアメリカっていうのは議会で話し始められないんですね。でそういったそのタイムスケジュールがあるので、それにちょうど合わせると6月ぐらいか7月ぐらいに、TPP のこと話し合うんじゃないのって去年言われてたんですよね。だからそれに合わせてんじゃないのって私なんか思ってるわけなんですね。でもまあそれはもう12月に無理だったので、それはなくなりました。なので、私たちは、まあ、これからやるべきっていうのは、アメリカがどうやって動くんだろうか。ね、アメリカが勢いを失えば TPP はなくなります。だからアメリカは多分のことはそう言って見ておいて、あとは国内で一体彼らが、竹中平蔵氏とかがね、何をされるのかっていうのを、よく見ていきたいなというふうに思います。はい。じゃあ、それではですね、まあ、ちょっと堅苦しいお話が続いてしまいましたので、ちょっともっとね勢いのあるお話をしていただきたいと思いますので、火炎瓶達さんに、スピーチと、あとまたコールもお願いしていいでしょうか。よろしくお願いします。はい、あ、すいません、新年明けましておめでたくいたしましょう。なぜなら新年は明けただけで、まだおめでたくもクソもありません。とにかく懸案事項を一つ一つなくしてめでたくしましょう。で、昨日とりあえず懸案事項の一つが安倍晋三ではないかということで、安倍晋三に退陣を求める集会というのを昨日やりましたが、一日経って私ちょっと思い直してみてですね、安倍晋三というのは手始めに過ぎません。そして TPP に象徴されていますが、これは私2014年初めにはっきり言わせていただきます。これはいわゆる新自由主義との戦いです。そしてさらに言えば、そうです、この日本が進んでいるのは、その新自由主義に軍事の裏付けを与え加えた新帝国主義ですよ。こんなもの、新というのは今さらやるという意味の新しいという意味であって、考え方自体は新しくもクソもありません。そして前にも言いましたけど、 TPP 自体も新しくもクソもありません。新自由主義というものが新と新しいと頭につくこと自体が嘘っぱちであり、そして新自由主義というものの自由を意味するものは、すでに力を手にした者が自由勝手できるという、その自由だという人もいますが、これ自体も眉唾です。そもそも誰にとっても自由でも何でもない。これはありてに言えば、
産業革命時代に資本主義が生まれて、そして生まれたばかりだから、当時はそうです、企業大資本それらが好き勝手できないようにする取り決めはなかった。生まれたばかりだから取り決めが何もなかった。だからこそやりたい放題だった。イギリスの炭鉱町では16時間働かされてうたた寝をしていた炭鉱夫の少年がトロッコに両足を引かれて両足を骨折したまま、それでもなお石炭を運び続けさせられる、そんな状況があった。だけどそのまま資本主義というものを取り決めなしに続けていったらね、お金が回ってこその資本主義、お金がない人ばかりが増えたらお金が回らなくなった。適当なところで落としどころを作ってなんとか円滑にお金を回そうとして落としどころを探って、その結果できたのが労働放棄であり福祉政策でもあるでしょう。これはそうです、人のため、人の暮らしのため、命のためとも言いながら、その実経済を円滑に回すためのささやかな努力の一つでもあったわけですよ。で TPP です、新自由主義です。要はその百何十年、いや200年にもよるか、その間の落としどころ、その間に築き上げたその落としどころを全て取っ払おうと、要するに原初の一番最初の頃の産業革命時代の資本主義にただ戻そうとしているだけですよ。これは単なるアナクロニズムですよ、解雇主義ですよ、悪しき解雇主義ですよ。そして TPP が悪質なのは単なる悪しき解雇主義じゃない、これを野放図な状態に戻した上で野放図な状態のままにする法的拘束力のある取り決めを作った、これが TPP ですよ。どうですか、先が見えてるじゃないですか。野放図な資本主義がダメになったから現在があるんですよ。現在の落としどころがちゃんとある資本主義の形があるんですよ。我々に安心とお金を与えた上でなんとか円滑にほどほどのところでお金が回るようにしている、そのささやかな努力をなくす、どうですか。一度うまくいかなかった洗礼に学ばずに、一度うまくいかなかったところで世界をまた固定化しようとする努力が TPP ですよ。一度うまくいかなかったという洗礼がある、その資本主義の失敗例、その失敗例にまた戻そうという取り組みです。こんなもの許していたらまた世界はそうです、失敗した時と同じように無茶苦茶になるんですよ。その結果戦争も起きた、二度の大戦も起きた、多くの人が弾に当たり弾を撃つ羽目になったんですよ、殺し殺される羽目になったんですよ。翻ってこの国の今どうですか。その原初の状態に、うまくいかなかった頃の状態に資本主義を戻して、それにまた軍事的な裏付けを与えようとしている、まさにうまくいかなかった過去に戻ろうとしているんですよ。こんなものは断固として許すわけにはいきませんよ。今年は TPP のみならず形を変え品を変えて、このようないわゆる新自由主義的な企みは何度でも繰り返されるでしょう。それに我々は断固として立ち向かっていかなければいけません。シブレーション、絶対反対、日米協議も絶対反対。
取材条項の交渉文書によれば、アメリカは動物も植物も特許の対象にしようというふうに一国で主張している。10カ国は反対しているというふうにウィキリクスの文書には書かれております。まあ、特許というのは普通工業製品、人間の発明品に対して作られるもので、勝手に自己増殖する生命、動物や植物までも特許の対象にするというのは命に対する冒涜ではないのか。だから10カ国が反対しているというのももっともじゃ。では日本はどうなのかというと、実は日本はすでに動物も植物も特許の対象として認めておった。がっかりじゃ。アメリカでは遺伝子組み換えだけじゃなく、普通の植物も、普通の品種改良で作られた植物も特許の対象にされているという話は私も聞いておった。じゃあ日本はどうなのかと調べてみると、
実は日本も同じだった。がっくりじゃん。しかし、まあ、動物の特許といえば、まあ、まず、まあ、例えば特殊な病気を持った実験用のマウスとかそういったものも特許の対象になっておるんだが、まあ諸君がピンとくるのは遺伝子組み換えの動物だと思う。代表的なのが遺伝子組み換えの鮭じゃん。この話は聞いておるかな。まあ幸いなことにアメリカでもまだ遺伝子組み換え動物というのは食用として認可されたものはまだない。しかし実験室の中ではいろいろなものがすでに開発されておる。例えば4本足の鶏というのもあるぞ。知っておるかな。アメリカではもも肉が一番人気なんじゃ。だからもも肉がいっぱい取れる4本足の鶏なんてものも遺伝子組み換えによって開発されておるのじゃ。化け物じゃぞ。しかしこれはまだ認可には遠いと見られている。一番認可が近いのは鮭です。遺伝子組み換えをした鮭は普通の2倍のスピードで成長する。あの鮭気持ち悪いんだよ。どんどん早く養殖できるから便利だ、うん、これを今カナダの養殖場で卵を生産することができる。これを世界中の養殖場に輸出しようというわけだ。日本の国内で流通している鮭もう半分以上は輸入物じゃ。そして輸入先の一番多いのはチリなんじゃ。だからアメリカで遺伝子組み換えの鮭が認可されればおそらくそれはチリでも養殖されるようになり、そしてそこから日本にも入ってくるだろう。そうしたものを食べて健康にどんな影響が出るか、それは誰にもわからん。恐ろしいことじゃ。また遺伝子組み換えの豚というものもあるぞ。ご存知かな。これは糞の中のリンの成分が少ないというものだ。リンが少ないとどんないいことがあるのかというと、今人間があまりにも大量に肉を食うもんだから家畜の糞が世界中で有り余っているのだ。もう肥料として使っても使い切れんほど大量の家畜の糞で土壌が汚染されたり水質が汚染されたりしておるのさ。そうした家畜の糞を雨で流されるとその中の窒素とかリンとかが川や海に流れ込む。そうするとそこでプランクトンが異常に増殖する。例えば海にそれが入れば赤潮とか青潮といったものになる。そして増殖したプランクトンはどんどん増える端からどんどん死んでいく。それをバクテリアが水中で分解する。そうすると酸素がなくなってしまうのじゃ。そして水中の魚やその他の水生生物はみんな死んでしまう。そうやって全く魚の住めない死の海域といったようなものが広大にメキシコ湾あたりには広がっていたりするのじゃ。だから糞の中のリンの成分が減らせば環境にいいだろうということで、この遺伝子組み換えの豚はエンバイロピッキーと名付けられているそうじゃ。エンバイアメント、環境じゃな、環境に優しい豚ちゃんというような、そんな名前が付けられておる。しかしだ、環境に優しくするために本当にそんな豚を開発する必要があるのか。ない。おかしい。これは実にくだらん技術だとわしは言いたい。そうだ、環境に優しくしたければ豚を食うのを減らせばいいのじゃ。現代人は肉を食いすぎなんじゃ。アメリカ人はひどい。日本人だって肉を食いすぎなのは、そのアメリカ人のことだけを責められないのじゃ。日本人だって食いすぎなのじゃ。もっと減らせばいいのじゃ。だいたい環境をどうのこうのって言うんだったら絶対肉を食うのを減らさなければならんのじゃ。今現在地球上にあるあらゆる環境問題の中で畜産が全く関係していないものはないと言っていいくらいのものなんじゃ、うん、例えばブラジルのアマゾンではその放牧をするために、あるいは餌の大豆を栽培するために熱帯雨林がどんどんと消えていく。
またアメリカでは餌の大豆を栽培するために地下水をどんどん汲み上げて使ってしまうので水資源の枯渇は心配されておる。中国でもそうじゃ。地球の砂漠化は進行する。そして土壌の汚染、水の汚染、さらにはオゾン層の破壊、地球温暖化、これら全てを悪化させているのが畜産なのじゃ。だから肉を食べるのを減らす、これこそがエンバイロ、環境に優しいことなのじゃ。しかも諸君が肉を食えば食うほど大喜びする大企業がある。 TPP 推進の有名な大企業じゃ。それがどこだかわかるかな、諸君。イエス。どこだ？モンシャントでしょ。ん？モンシャントでしょ。そうだ、モンシャントだ。そうだ、モンサントの主力商品は遺伝子組み換え作物じゃ。一番多いのは何か、トウモロコシじゃ。日本が輸入するトウモロコシの4分の3は何になる？家畜飼料になるのじゃ。その次が油じゃ。トウモロコシの次に多いのは何じゃ？大豆じゃ。大豆はまず油を絞る。そしてその絞りかすは何になる？家畜飼料じゃ。つまり諸君が肉を食べれば食べるほど、そして油を使えば使うほど、モンサントは大儲けなのだ。モンシャント。我々はこの TPP のような、いや別にちょっといい、その我々を搾取する、そういった世の中を変えていきたいと望んでおる。そうしたらこういった抗議活動やデモをやるのも大切だが、我々一人一人の行動が社会を変える大きな力となっていくということもよく考えればいけない、我々が何を買うか何を選ぶか、それは選挙で誰に投票するかと同じ意味を持っているのじゃ。社会を良い方向に変えていきたいと思ったら、肉を食べるのを減らす、どうしても肉を食べるんだったら選挙で買おう。生協の肉は遺伝子組み換えの餌は使わないということをモットーにしているところが大部分なのじゃ。もうかなり遺伝子組み換えの餌も使っているところも出てきてはいるんだが、まだまだ主流は遺伝子組み換えの餌を使っていないのじゃ。だから生協で買って自分で料理する。どうしても肉を食いたいやつはぜひそうしたまえ。そして油の消費も減らす。外食してそこで揚げ物なんか食ったら、それはおそらく遺伝子組み換えの油を使っているんだぞ。そのことをよく頭に入れて、揚げ物はなるべく食わない。食いたいなら自分で生協の油を買って揚げ物を食うんじゃ。生協なら国産の菜種油を売っているぞ。そうだ、そうだ、ちゃんといいものを売っているところのものを選んで買うのじゃ。世界を変えるチャンスは毎日3回もある。そうだ、このチャンスを大事にして一緒に世界を変えていこうじゃないか、諸君。今日は以上だ。お父さん、私グレープシードオイルと、あと最近お米オイルを使ってるんですけど、お米油は大丈夫ですか？あの米油やグレープシードオイルは遺伝子組み換えである危険性はない、しかしオメガ3とオメガ6の割合が非常にいいのは菜種油なんじゃ。なのでわしとしては菜種油、国産菜種油を勧めたい。わかりました。生協で国産の菜種油を買うってことですね。ありがとうございます。はい、いやでも本当に何を食べるかっていうのはすごい大事なんですよね。やっぱりさっき築地の、ね、中澤さんもおっしゃってましたけど、それで私たちができることってまだまだたくさんあると思いますので、てか やれることというやらなきゃいけないことですよね。で、せっかくね新年新規一点ってことで、これまでちょっと、まあ、これぐらいいいかなって思ってたことをちょっと一歩進んで自分の食生活を変えてみようっていう風になってくれるといいんじゃないかなって思います。さて、それでは今のねお猿さんのやつに、こう触発されてでもいいんですけれども、なんか話したいっていうことあるでしょうか。 2,3 分スピーチを行いたいと思います。じゃあお願いします。
はい、オリーブオイルはいいんですか。まあいいや。オリーブオイルはどうなんでしょう。遺伝子組み大丈夫なんですか。あ、オリーブオイルは大丈夫です。ちょっと高いですけどね。去年なんですけど、ここに来られてる方は見た方は多いんじゃないかと思いますけど、フードインクですかっていう映画見ました。すごい、おぞましい映画で、もう本当に見るに耐えないっていうかな、ああいうようなとこがいろいろあったんですけど、そういう、なんか気持ち悪いところじゃないんですが、ちょっとうわーっと思っちゃったの、ところが、シーンがちょっとあって、アメリカの、ショッピングセンター、スーパーっていうのかな、食料品とか売ってる大きなところですね。で、そこに行って、ある、商品が並んでる一角をこうやって上の方からこう取ってるんですね。で、ここに売っているものは、全部、トウモロコシでできています。いろんなものを売ってるんですよ。それこそ、お菓子とか、まあ、コーンフレークみたいなのもあるけど、なんか、まあ、いかにもそのトウモロコシっていうのもあるけど、え、これもそうなのっていうようなものがある。みんなトウモロコシでできてる。だからここの何を食べても実はトウモロコシを食べたことになっちゃうっていうシーンがあって、うわー、おぞましいと思ったんですけど、まあちょっとその TPP の話っていうのは、僕も原発のこういう何ていうんですか、抗議行動なんかにまあ来るようになって、まあ発言とかするようにたまにやったりするんですけど、TPP のところはちょっともうすごくハードルが高くて、難しいんでね、なんかちょっと勇気がなかなか出なくて、あんまり喋ってなかったんですけど、まあ要するにですね、そういう、選択肢が奪われていくっていう怖さだと思うんです。で、選択肢を奪われる、つまり多様性っていうんですか、それを奪える。さっき、カエンビンさんもね、ちょっと言った、自由って言うけど、自由をね、自由と言いながら、その自由、一部の人の自由でしかなくて、ほとんどの人は自由が奪われるだけなんっていう、実際にね。で、その一つの形として、選択肢が奪われるっていうことだと思うんです。で、ちょっと大げさっぽい話をしますけど、僕ら、人類が、こう生まれてきたのってのが、地球が生まれたからすると本当につい最近なことなわけですよね。で、それまでに35億年か前かなんかに最初の生命のようなものが出たらしいんですけど、それが今まで生き抜いてこれたのは、それこそものすごい多様性を持つことができたから、ここまで35億年も命をつないでこれたわけです。で、なんかこう NHK かなんかでやってね、なんかやつで見たんですけど、それは日本地球の歴史っていうのはものすごく大変な歴史で、それこそ火の海になるような、地球全体がですよ、火の海になるようなこともあれば、地球全体がそれこそ南極北極みたいな感じで凍りついちゃう全球凍結とかいるらしいんですけど、そういうふうになったりとか、まあ、よく生きてこれたなっていう、ここまで35億年も間に僕らっていうのもなんかおこがましいっていうかあれなんですけど、命をね、つないでこれたなっていう思うんだけど、今でもそうなんですけど、なんでこんなとこに生きてんだろうっていうような生命がたくさんあるんですよ。それこそ、何ですか、海底火山みたいなのがいつもボコボコいってるとかあるんですね。で、そこすっごい水圧で、で、ものすごい熱くて、そこにわざわざ生きてる生命とかいるんですよ。あと、ものすごい高いところとかに生きてるやつとか。で、だけど、そういう、なんでこんなことのところで生きてんのかなっていうようなやつが、いてくれたからここまで生命って生きてくれたんですって。つまりね、多様性っていうのは、僕らがいや、こんなのこれから僕ら何十年生きたって絶対買わねえよみたいなやつとか、これまずいよなっていうのを思うようなのまで含めてですね、ものすごい僕らは悲しいから、もうこの段階ですごく生き方を狭められてると思うんですけど、市場に出てるものを買って生活しなきゃなんない、現実的に実質ね、そういうような生活になっちゃってる。その段階ですでに実は僕らはすごい多様性を奪われてるんだけれども、そういう、さっきの映画の話に戻りますけど、ここで売ってるものは全部トウモロコシでできてます。あるいは、ここで売ってるものは全部で4つの会社のものだけです。そういうようなことになったりするんですよ。それが、そういうことさっき言った、地球が全部凍っちゃう。地球が全部燃えちゃう。そういうようなことになった。つまりそれは、
さっきのスーパーで言ったら4つの会社が全部倒産する、あるいは全部あの日本では売らなくなるとかね。で TPP とかそういうのっていうのはそういうのを全部、例えば全部かわかんないけどものすごい多くの部分を一部の企業、一部の人たちの思惑で握られてしまう。でそこがいなくなったら全部なくなっちゃったりするかもしれないです。でその時にはもうちょっとアメリカでなんかこの間あの僕は去年かなんか知ったんです、すごい法案があってなんかあの家庭菜園しちゃいけないみたいな法案通ったのかなんかわかんないんですけど、そういうのが出て、つまりそれこそ本当に市場に出てるものだけで暮らせって言ってるような法案なんですよね。でそういうようなことになってどん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 奪われる奪われる、僕らは生きる可能性を減らしていくことなんです。だから多様性を奪われること、それは僕らをはじめとした生きるものと全く相反することなんです。そういう意味で TPP にも反対しなきゃなんないし、原発がなんていけないか、なんか起きた時に僕らが生きれる部分が選択肢が狭まるんですよ。そこで健康に生きれるところが少なくなるんです。そういう恐れがあるものだからダメなんですよ。選択肢を、多様性を奪うようなことに対して、それは法律だってそうなんです。秘密保護法は何が秘密なのか分かんない、僕らが知ることができる可能性があることが狭められるんです。そういうことに対して敏感にならないといけないと思います。 TPP に反対しましょう。僕らの多様性を抑制するものなんです。だからダメなんです。すっごく偉そうなこと言いましたけどあの一緒に勉強していきたいと思います。頑張りましょう。TPP を推進してる人っていうのは外国からいろんなものが入ってくるようになるから、あの多様性が増えるからいいんじゃないとかいう、ちょっと本当によく分かんないことを言ってくれちゃったりするので、たまにって思っちゃったりとかあのするんですけど、まあ、そういう人がいたらそんなことないよと、今ねお話があったように同じものばっかりになっちゃうんだよっていうことをぜひ教えてあげてもらいたいと思います。あとさっきあの言ってたその家庭菜園ができなくなるかもっていうのは実際ですね2年くらい前は本当にあり得る話でしたけども、ですねあのさすがにそれはまずいだろうってことで修正法案が出まして、それでですね確か売上が1500万以上の農家、でも売上1500万って結構あのそんなに多くないと思うんですけどは、適用ということになります。50万ドル買ったの年間50万ドル1500万円今安倍さん情報によると年間50万ドル以上の売り上げがあるで、あこれもうすでに、あの影響が出ていまして、日本で、農産物を作ってアメリカに輸出するあの人たちっていうのは適用されて、要はそのすごい書類をいっぱい書かなきゃいけなくなっちゃうっていうことなんですね。でそれであのそんな家庭菜園やってるだけなのにそんなのも書かなきゃいけないのとか、あの種を取っちゃい自分でね種を取っちゃいけないのとか、そういったことで大問題になっていたあのものです。でまあ、あの少し大丈夫になった形で今ちゃんと運用されています。はい、ではですね、次の方、はい、じゃあどうぞ。はい、どうぞ。あのですね、今ですねあのあの お母さんとねお子さんが来てね、寒いので早く話したいということなんで、ぜひあのお話しおお。三鷹市から来ました北大と申します。私今年初めてのデモなんですけれども、こういうふうに、デモに来ることは、まあ、子どもたちの体調も考えて続けていこうと思っています。それが継続、何よりも継続することが力になると思うので、それをずっと続けていきたいと思っています。それから、去年見た映画なんですけども、あの世界が食べられなくなるを見ました。その中で、私がちょっとびっくりしたのは、その遺伝子組み換えを食べることとかだけだと思っていたら、その遺伝子組み換えの大豆とかを、扱っている港の人たちもがんに脅かされている。それから遺伝子組み換えの農作物を、その
ラウンドアップっていう農薬を使って、育てている農家の人たちもその病気になって脅かされているそういうような実を知った時に本当に怖いと思いました。またその頃までは本当に日本は遺伝子組み換えの作物なんか入っていないとか勝手に信じていたんですけども、その実はその畜産 の飼料がそのもう入っていて日本が、その遺伝子組み換えの輸入大国であるっていうことを知らされた時はもう本当にショックで、でそういうことを去年はまだ広めることができなかったんですけども今年からは、周りのお母さんたちにも、届けて伝えていきたいと思っています。多分そういう子どもたちの体に一番、重要なことが一番やっぱりお母さんたちの心に響くと思うのでそういうことを伝えて、それを伝えることを続けていきたいと思います。皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。正直ですね日本がやっぱりその遺伝子組み換えじゃないものがいいっていう人がやっぱり多いわけですよ。で例えばそのオハイオの大豆 の大豆を作ってる人たちなんかもそのホームページ見ればわかると思うんですけど日本のおかげで、遺伝子組み換えじゃない非遺伝子組み換え大豆が、守られてきますとか書いてあるわけですね。日本っていいことしてるわけなんですよ。で、そういう意味ででということなのでこれから私たちがね、消費者としてちゃんとあの非遺伝子組み換えがいいんですよということをもうスーパーに行ってすいませんこれ非遺伝子組み換えですかとかねそんなことをちゃんとあの書いてなかったら言うとかしてあの私たちは非遺伝子組み換え遺伝子組み換えでないものが食べたいんだってことをどん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 あのちゃんと伝えていくのがあの重要だと思うんですよね。はい、それではですね次にこんばんは。昨日に続きまして今日も鑑定前に参りました。今日のですね先ほどあの築地市場の中澤さんがお話しされた、帰省するにはそれなりの理由があるというその話なんですが、皆さんご存じの今日の東京新聞にですね、年号を覚えるような歴史の教科書はやめましょうということで元教師の方々がお金を出し合って歴史の中学校の歴史の本を作ろうという話になりました。で我々は特に得意だったのがいい国作ろう鎌倉幕府とかですね、石の国発見1492年コロンブスアメリカ大陸発見とか一生懸命年号を覚えました。で1853年、これはペリー提督が日本に来ます。でその時から始まって日本には関税自主権がありませんでした。そしてそれから、何年後ですかね1911年、50年後ぐらいですか、小村寿太郎の時にやっと自主権を関税自主権を取り戻します。そしてこの規制というのができるわけですね。当然農業を守ったり漁業を守ったり工業製品を守ったりするためにそのなりの理由があるわけです。でそれをこの TPP というのは一生懸命皆さんが先人の人が苦労してきた関税自主権というのをわざわざ放棄しようってとんでもないことですよ。でとんでもないことを許せるはずがありません。で、もう一つですね、農業の、自給率のことで言いますと 50% を今切ってるような状態ですね。それが TPP に入ったら 20% 切るって言ってるわけですね。でこんな状態で戦争をやるとかいうこれ首相がいるわけですよね。とんでもないですよね。第二次世界大戦の時に弾に当たって死んだ人よりも上で死んだ人が多いわけですよ。でもこの日です、安倍晋三というとんでもない男がそれでも戦争をやるためにですね F-35 とかいう長距離爆撃ができる戦闘機をですね何十億も出して買うと、でその分生活保護を削るってとんでもない男なんです。まず昨日ここへ来てですね、哲さんはじめですね、皆さんで安倍晋三退陣退陣と叫んできましたが、まさに退陣、まず退陣、その後 TPP も自然破壊するかもしれませんけども、これからもずっとずっとずっと反対し続けましょう。よろしく。はい、そうですね、私思うんですけど自給率がその例えば 30%
50% になるとしたら、10人に3人しか国産を食べれないってことになるんですよね。違いますよね。なんか よく言われてるその自分の食べるものが3割が国産とかじゃなくて、多分全然食べれない人とかも出てくるんだと思うんですよね、うん、その辺をちょっとなんとかしてほしいと思いますよね。はい、じゃあ次の質問、あのちょっと時間がなくなってきましたからどんどん来てください。お願いします。こんばんは。東京都知事ですね。すごい方が、立候補を表明されましたね。鴨上閣下でございます。私は大嫌いです。で、なんか石原慎太郎が応援してるらしいですけども、あのアメポチ野郎にですね、アメポチに、賛成を表明するにあたって神風特攻隊の例を出すとはどういうことだよ。冗談じゃないです、本当に。まあ自民党の、票がですね、少し割れてくれるとありがたいなというふうには思っておりますけれども、それと TPP ですけども、TPP だけでなく、新自由主義の流れというのはこれからまだまだ続くと思いますし、激しさをまだどんどん増していくと思います。で、日本の政治思想の中でいろんな思想があって、例えば、殿様のために死ぬとか天皇のために死ぬとか、そういう思想もありました。で、そういったものは批判すべきものであると思います。しかし、先ほど哲さんがおっしゃった、産業革命後の資本主義の非常な暴走、それに対してですね、 2.26 事件の青年将校なんかは非常に怒り、そして、研究をしたわけです。まあ、軍事クーデターはよくないですけども。で、今までの思想というのは少なくとも建前においては結果、例えば自己規制を強いたものであったかもしれませんが、人のためとか皆さんのためとか国のためとか藩のためとか、そういうものです。自分のため、成功した我々以外は死んでも構わん、医療など受けさせなくても構わん、給食などピザハットでも何でも食わしたけど、そんな品性下劣な思想、新自由主義などという品性下劣な思想は未だかつてなかったんです。その品性下劣な思想なんですよ、この新自由主義。恥ずかしい。我々は絶対これを止めていきましょう。以上です。TPP 反対なんで、TPP には反対だそうです。でも、都知事選が TPP 反対がたくさん出てくるっていうのはいいことですよね。いいのか、こんばんは。自民党だぞ。自民党なんか知ってるな。最近テレビで、大河ドラマ NHK でやったのは八重の桜。あれ視聴率が低かったみたいですけど、あれ私もに傑作中の傑作だったと思います。なぜか戦争の悲惨さを前半にやって、最後最終回の頃になったら、報道の結果ですね、日中戦争、それから日露戦争に向かう弱腰外交、武装強化、それを徳富の方が一生懸命訴えてましたよね。それによってあれです、実際中国でかなり厳しい寒さ、そして防寒具、食料全然落ちてないで、北京なんか住みやしなかったのに、北京に行かなかったこと徹底できて叩いたのが当時の新聞でした。あれを見て非常にひどいものだと思いましたけれども、今の新聞ちょっと変わりないと思いませんか。ね、武装強化武装強化と言ってるのは、経済成長経済成長と騒いで言ってるのは、そこの官邸の人たちと変わりないんじゃないですかね。その訴えと言ってるのはあれですよね、構造改革しようとか規制緩和はしないのが口に食ってるのと一緒じゃないですか。100年前と全然変わってないっていうのが今の感じですよ。そこにいる記者クラブの皆さん、私たちの感想ですよ。そしてなんか最近99年後ですか、それだったら関税撤廃しても構わないっていう話あったんですか。あれはどっから出た話なんですか。なんかガセネタだって話は聞いてるんですけれども、99年度だろうが1万年度だろうが関税撤廃しちゃったっていうのが変わりないんですよ。それを自民党の方やったら裏切り者ですからね。そしてこれ毎日新聞さん、馬英議会大統領一任へって記事が出ておりますけれども、これもなんかインチくさいって話が出てますよ。これも本当なんでしょうかね。でたらめな報道しないでください。正しい報道してください。そして自民党の方は正規で関税撤廃ですよね。一つも許せませんよ。譲歩しなきゃ撤退、結び妥結できないとか、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、去年は茶説で書いていましたけども、
これじゃあれですよ、八重の桜に出てた徳富総王さんと変わりはないですよ。少しあのテレビを見て反省してください。とにかく皆さん、これからもあれですよ、声を上げ続けましょうよ。声を失ったら俺たちは終わりなんですから、よろしくお願いします。愛媛新聞、愛媛新聞さんはもうね、公約守らないんだったら撤退っていう意気込みでやれ、交渉が決裂してもいいっていう意気込みでやれって、この新聞をね、そうやって言ってくれてますね。なので、そういう新聞を買いましょう。そういうことです。はい、では時間も時間ですので、最後に、哲さんにもう一回公約やってもらって、坂口さんのスピーチをお願いしたいと思います。じゃあお願いします。いや、しかしいいところで、あの男、鴨上の名前が出ましたですね。そしてその推薦人が石原慎太郎と、冗談にしても面白くないし、冗談じゃないからますます笑えない。そして私は気づいていますが、皆さんも気づいていることでしょう。そうです、あの神社をやたらと拝みに行って、そして美しい国だの、先の体制は正しかったなどと言っている人の特徴が、対米従属政策を支持しているということです。これが意味することは何か、要するに彼らは嘘つきということですよ。鴨上石原の TPP 反対は嘘っぱちですよ。見る民主党と同じ。TPP 断固反対が TPP 参加に前のめりになったと一緒です。エセ愛国者には注意しましょう。新自由主義はいらない、いらない。新自由主義はいらない、いらない。新自由主義はいらない、いらない。 TPP 絶対反対、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  絶対反対、 絶対反対、絶対反対。
どうもありがとうございました。2014年最初のこの抗議行動にお世話になった皆さん、本当にありがとうございました。で、神谷からご苦労さんでございます。この行動の呼びかけは、今年はですね、2014年を TPP を止める年にしようということで、呼びかけさせてもらいました。どうだ、これはただ年が変わったから、もっと大きなこと言ってみようかということではないんですよね。実際に TPP の状況を見てると、止められる可能性が出てきて、見えてきて、それがあるから、こういう呼びかけをさせてもらいました。12月にね、隠れ通りやったときに、今度は1月にやります。この間、政府の人に話を聞いたら、どうしてずれ込んでるんですかって聞いたら、単に日程調整ができてないだけですと言ってましたけど、これは嘘っぽくですね。この今、隠れ会議を急いでやっても、やっぱり合意できなかったってなると、本当に破産を宣言することになるので、そういう調整ができないだけ、矛盾が深まっているということが、この年末年始の動きだと思います。これにやっぱり僕らはもう少し確信を持って、さらに運動を広げていくということが大事だと思いますし、この春ですね、次の大きな山が来ると言われてますので、そこをですね、本当に構成的に乗り切っていくと、こういうことをみんなで誓い合って、今年また頑張り合いたいというふうに思います。この次の行動は2月4日ですね。また火曜日、寒いかもしれないし、暖かいかもしれませんけど、また大いに頑張って、また人もですね、たくさん呼びかけて、たくさんにしてまたこの官邸前で行動をしたいというふうに思います。また来週をですね、12月8日に、日比谷で集会やって成功させたグループがですね、またこの春どんな行動をしようかという相談する会合もあります。ですから2月4日の時にはこんな行動を春やりましょうということをまた皆さんにお伝えできると思いますので、それも力にして大いに頑張り合いたいということを最後に誓い合って終わりにしたいと思います。今日本当にどうもありがとうございました。はい、ちょっとだけ告知。はい、なかなかああ、ジーンズデモか。はい、すみません、時間がないところをちょっと突然告知をさせていただきます。 TPP と直接は関係ないんですけど、私たち、Under20 でも実行委員会で、10代が主催、協力し運営するデモ、秘密は家で Under20 でも1月の26日に13時、代々木公園、欅並木集合で行います。やっぱり TPP の問題も、秘密保護法が通されてしまうと、何でもかんでも秘密にされてしまう。TPP のことももしかしたらすごく何も知らされないで、秘密にされてしまうかもしれないということで、秘密保護法にも反対しようということで、ぜひ、秘密は家のUnder20でもいらしてください。お願いします。日曜日13時集合、13時半出発、代々木公園欅並木です。4月26日、今ビラを配るので、それをぜひ見て持って帰ってください。ありがとうございます。若いの痛いしたもんじゃ、若いの痛いしたもんじゃ。それではこれで今日の行動終わりになったので、少し過ぎてますけど、風邪を召しませんように、働きして今晩お過ごしください。はい、それではどうもありがとうございました。何杯でしょう。